はい、どうもこんにちは。こんにちは、タイムマシン3号でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします、晴れやかな、日中ですね。最高ですね、最高。やっぱりいいですよ、うん、この、梅雨前のカラッとした時期に晴れると一番いいですね、はいはい。うるさいし、挨拶はいいから早く本部に入れ。褒めていただいてありがとうございます。ねえ、たくさんのお声、黄色い声援聞こえましたけれども、ほんと大人気ですね。なんて言ってんのかな、晴れやかな日に皆さんこんにちは。うるせえ、早く乾杯しろ、ビール飲みてんだよ。結婚式の挨拶じゃねえんだからだらだら喋ってんじゃねえ、クソじじい。よろしくお願いします。お願いします。延滞料金12万取らせるぞ、俺の結婚式。勘弁してください。本当に知らない方いらっしゃると思うんですけども、そうですね、関さんの結婚式で私がスピーチを頼まれたんですけども、はい、たくさん喋りすぎて、そうです、延滞料金12万円取られたんですよね。そうです、それは山本さんのせいで、俺が結婚式のお食事でね、はい、これでいいんじゃないかって言ったら奥さんが、うん、いや、列席者の方には、うん、やっぱいい思いして帰ってほしいって言って、料理のグレードを上げたんです、うん。まあ、要は高いものにしたんです、うん、まあな。それを食べて、うん、帰り全部ゲロ吐いたのが黒ギャルです。全部吐いてた。最低です、本当に。全部吐いてました。12万取るやつと全部戻すやつと二度と開けないからな、結婚式。軽井沢で行われましたね。本当ですよ。軽井沢から東京で車で帰ったんですよ。はい、その間60回は吐いてましたね。どうやってマジで、ヘンゼルと、ヘンゼルとグレーテル。いや、もう、ずっと帰り道分かるように。どこにいるかバレるじゃん。最悪ですよ、本当に。とにかく嫌な思い出の結婚式でした。いやいや、俺は楽しかった。やめろよ、人の人の記憶を改ざんするなよ。いや、まあそんな話はどうでもいいんですよ、はい、そんなことで皆さんにご報告がついにできる時がやってまいりました。来ました、グッズが完成しました。いや、ありがとうございます。いや、ついにですね、本当に久しぶりに朗報、有言実行ね、海外立ち消えるような我々の YouTube らしい。とにかくね、この動画の一言目なんてね、うん、すいませんでした、そう、間に合いませんでした、二度といたしません。ロケの合間にその説は失礼いたします。どうも後ろ向きな発言から始まる始まることが多かったんですけども、そうなんです。まあでも珍しく動きがあったんじゃないですか。そうね、ね。で、ちょっと前にストマックエイクさんっていうデザイナーの方に、はい、いろいろ案を出していただいて、はい、それもちょっと我々決めるの遅かったですね。まあ難しい、このデザインでここなんせセンスがないもんだ我々。もちろんもちろん、 A か B か決めてくださいって言われた時に、そう、どういう風に決めたらいいのかな。いや、俺も思った、そのイラストはセンスある人に頼むじゃない。そうで、決定権をセンスのない人間が持ってるじゃない。そうなのよ。そうするとトータルセンスないんだよ、その出口にセンスのやつが立ってるから、いいものしか出てこないんだけど、そうそうそう、なぜか選んだものが悪いものになるという。そう、だから不思議なもん、これ不思議なんだよね。そう、みんな覚えて、世の中の商品は、うん、センスのいいデザインを、うん、センスのいい人間が選んで、そうなんだよ、センスのいい人間が買ってるから、そうなんだよ、流通してんのよ。そうなんだよ。そこに1個俺らこう立っちゃうと、入ったことによってちょっとセンス来ないねっていう。そうなんだよな。そうなるんですよね。ただ、はい、今回はセンスいいの仕上がりました。あ、自信ありますか。というのもね、私たちの意見をなるべく少なくして、はい、周りの太田プロのなんとなくセンスいい方に相談して、どっちがいいかな、センスない聞き方自信もセンスもない、どっちがもうモテるかな。はい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 、一応聞いてね、聞いて回った結果、こういう風なのがいいんじゃないかってことで、はい、まあ、デザインの案も決まりまして、はい、いざ、グッズ化させていただきまして、はい、グッズが今日届きました。ありがとうございます。それを皆さんに大発表していきたいと思います。お願いします。はい、まずは、はい、グッズの一番の看板商品お願いします。 T シャツ、もう本当にね、はい、これがもう売れるかどうかによって、はい、今後我々のエンゲル係数変わってきます。変わってきますね、はい、基本的に私たちは無地の T シャツ着ることが多いですね。もうそうですね、もう食べたもののシミがすぐ分かるようにそうだね、はい、基本的にさ、俺もさ、白か黒しか着ないからさ、無地 T 基本自由なのよ俺。ああ、なるほど。何、どこ、ユニクロ。ユニクロでしょ、うん、だから、その、基本的にそういう、同じ系列の。大型チェーン店のしか聞かないからさ、そうだね、おじさんがリンクコーデとかさ、うん、なんかお揃いだねって言うけどさ、2種類しか持ってないから、それかぶるよ。2回に1回かぶるわけよ。頼むよ、お前の方が服自由なんだから。なるべくずらしてくれ。なるほど。俺ないんだよ、本当に。あ、そうかそうか。そうそうそう。全部の服がほぼ高速具だもんな。そうなんだよ。もう、そう、通常の店舗で売ってるやつはもう XL くらいしかないから、うんうん、着るとバチンと挟まれたんでしょうね。もうハンニバルレクター、そう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 、運ばれた時の。なるべく山本さんがずらしてください。なるほど、はい、一応今あるのはこうサンプルが取れたってことなんですか。サンプルが取れた、もう売り物なんですかこれ。売り物です。売り物、売り物、はいはい、だからまあもちろんこれ今出した後も実際買い取っていただいて、しっかりこれも、え、もちろんですよ。もらえないんですか。もらえないですよ。え、何言ってるんですか。あれ、ダメですよ。誰一人サンプルでもらえるような人間いませんから。ここはワンオクロックはあれ自分の買ってるんですか。買ってますよ全員。
ラッドウィンプスは全員自分で全員自分の買ってますよ。あれ、ミュージシャン全員買ってるんですか。当たり前ですよ、そんな。なんでそんな特別待遇受けんだよ。いや、なんかもらってんのかな。違う違う違う、行きましょう。お願いします。まずは一番の看板商品、はい、どっちから行く、表から裏からか。センスないね。わかりました、発表していきます。はい、こちらです。横からセンスとかじゃないよ、生き物としてバランスが悪いよ。どうですか今の。いや、2人しかいないから受けるわけないだろ。イオンでやってんじゃないんだよ。え、イオンだったら、うん、その賛否が分かるよ、受けるかないか。あ、なるほど。2人で受けたかどうか。2人で笑い待ちするのやめてよ。なんか気の利いたことしやってるぐらいのことやってよ。無理よそんなの。そりゃお願いしますよ。 T シャツ発表していきたいと思います、はい、お願いします。表か裏かどっちがいいですかね。さあ、センスですけど任せます。じゃあこちらです。やってる。いいですね。それぐらいの起点を聞かせてほしかった、一発目に俺に言われる前に。すいません、誰もいないのに滑るって難しい。誰もいないのに今滑ったなっていう、なんかこう、体感としては。うわ、来た。はい、行きましょう、こちらです。変なタイミング出した。気持ち悪い。ドゥルダンとかじゃない、ぬるっと出して、こちらです。いや、ドーッと出せよ。看板なんだろ、出せよ早く。はい、こちらとなっております。はい、タイムマシンオフィシャル YouTube T シャツ、ありがとうございます、はい、これワンポイントと、はい、そして裏持ってください、ね、こちらです。うわー、はい、すげー、めっちゃいいでしょ。全部入ってるね。これ多分今ここにちょっと画像とか出てると思うんですけれども。うわー、すごいな。まあでも本当に我々が、うんうん、いいまあ、単独ライブとかで T シャツ出させてもらいましたけど、うん、基本も俺が描いてみたりとか、そう、あのラジオスタッフに書いてもらったりとか。そう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 、そう考えたら初めてちゃんとした、いいでしょ、 T シャツですね。まあ山本クッキングありますし、はい、まあ、ミニ四駆の回とかもね、はいはいはい、乃木坂の子を引いたという。あ、山本さん、でミニ四駆って言わないでください。ミニ 4WD です。山本さん、いや、ここからは気をつけてください。ミニ四駆でしょ。違いますよ皆さん、違いますよ。ミニ 4WD です、オリジナルの。我々のオリジナルの。いやいや、4… え、まさ、なんでミニ四駆でしょ。いや、あ、それとは別のやつです、これ。え、スターバックスでしょ、これ。いや、違うんですよ、これ。コーヒー屋さんのやつ。これ？うん。これ、犬田彦コーヒーの。サルタじゃなくて？サルタじゃないです。犬田彦。キジタヒコと？はい。犬田彦がある。ムーンフロントっていう。スターバックスじゃないです。ムーンフロントという。どっち？犬田彦かムーンフロントか、どっち？もう逃げようとして必死じゃん。はい、だから全然関係ないです。あ、そう。はい。既存、世の中に出る既存の商品のものは1個もございません。ああ、なるほどね。はい、勘違いしてる。これ、ドレテックの、アップルウォッチ。あ、違うんですよ。全く一緒ですけども。これは違います。ちょっと、冷蔵庫の横にあるんで持ってきていただいて。あ、あれとは別です。いいですか。はい。これですよね。いや、これだって、世の中に出てるんですよね。ドレテックの、はい。あ、違います。え？ M とか S 書いてないし、よく見ると。フンとかグンですよ。ミニッツとフンです。そうでしょ、こっちは M と S ですから。逃げてんだ、はい。ミニオンかミニオンかですね。ミニオン WD です。で、まあこの小石田農場は小石田農場ですか。あ、これは大丈夫です。大丈夫、そりゃそうだろう。これは大丈夫。なんで小石田農場に訴えられるんだ。ベジタブルね。怖いの。で、まあ猫ドリルとか関がたまに書いたやつね。はいはいはい、はい。桜をキャッチするやつ。まあ普段のカードライブ。そうですね。で、アメリカンドッグもたまになんか手作りした。はい。で、子供のやつ。うん、うん。そして、まあ結構ね、我々のね、これから決めていこうと思ってるんですよ。はいはいはい。オフィシャルのね、YouTube のね、うん、ロゴ。もうこれに決定しました。なるほど。はい。これもロゴもあのデザインしていただいて。そう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 。可愛らしいデザインになっております。そうですね。はい。これがですね、はい。なんと、白黒2種類ですね。え、ミニオンクですね。これミニオン WD ですね。あ、めっちゃ子供かわいい。もうこんなん昔だろ。全然違う。もう超えてるだろ、これもう。こっちもう俺超えてる。超えてるよな。今2メートル60。子供の成長早い。早いからもう。2つセットにするといいっていう話だよらしいね。2つセットで買うといいっていうよ。そうだね。うん、3万3万なんだけど2個買うとそれ何でいいらしい。相当安くなる。うん、3万3万です。本来はね、本来はだけど2個買うと5万になる。いや、ちょっと5万も高すぎねえか。値段わかんない。値段わかんないですけども、うん、ちょっとまあ暫定でね、値段はちょっと事務所に決めていただきますんで。わかりました、はい、ちなみに、はい、今日のこの動画がアップされたと同時に、うん、ベースっていうお店あるんですよ、ネットショッピングの、はいはいはい、そこのお店でこのタイムマシーン3号のオフィシャルグッズショップっていうのが開設されましたので、はー、皆さん概要欄から飛んでいただければ、はい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 、もうこれ買えるようになってますんで。なるほど、はい、発送まではちょっと時間かかるかどうか分かりませんけれど。本格的だな。いよいよ、うん、このグッズ他にもたくさん、まあいろいろ見終わってから言っていただいても大丈夫ですよ。わかりました。紹介動画を見てから皆さんそれ
のホームページ、はい、ベースさんの方に行ってグッズをもしよければご覧になっていただきたいと思います。わかりました。 T シャツがもう一種類ございます。はい、お願いします。僕特にお気に入りの企画ありまして、はい、はい、こちらです、うん、持ってください。はい、はい、出ました。新店舗ハンターのね、いいですね。はい、 T シャツです。しかも色いいねこれ。そうそう、ちょっとクリームっぽいベージュっぽいサンドベージュっていうのかな、はいはいはい、サンドベージュ、まあ、女の子とかこれ着たら可愛いんじゃないかな。はいはい、はい、色この私たちが、うん、まあ、あれですね、ケンタッキーフライドチキンですね。違います。サッカーチームですこれ。はい、あの亀戸 FC の亀戸 FC、 はい、サッカーチーム亀戸 FC に並んだ時の C、 逆、これ失敗してるわ。ちょっと こういうロゴなんです。C が、はい、ケンタッキーフライドチキンだからこれ C 逆ですね。え、亀戸フットボールクラブなんだ。じゃあいらねえよ。皆さんにこちらの亀戸フットボールクラブ、じゃあいらない。こんな T シャツ、 T シャツサッカーの時も着れる。あ、かわしてます。いや、かわしてないですよ。かわすとかないですよ。ニューオープンハンター、新店舗ハンターっていうね、はいはい、でお花もなんか当時来てました。まあね、出席田山本が並んで1番を取るっていうまあ企画があるんですけども、かわいいデザイン。これを次からこれを着て皆さん並びましょう、はい、みんなで並ぶの、はい、で僕が好きなのは、はい、実はここにワンポイント入ってます。あ、本当だ、これ可愛いんですよ。いいですね、このオフィシャルのマーク。そうだよね、ここ背中に入ってますんで。これ入れたらちょっと高くなるんじゃないの。高くなる、まあ、あれデザイン料ってこと。うん、あ、まあそれはもう高くなる。なんで入れてんだよ勝手に。いいじゃない、いいじゃない。無地で出せてただ俺。誰が欲しい無地。こういうの入れた方が高くなるんだから。無地の誰が欲しい。俺らのグッズ全部無地にしろって言っただろ。まあしっかりとした生地なんで透けないんですよ。あ、本当だ。はいはいはい、これいいですね。はい、ありますんで、まあサイズも S から XXL まで結構幅広く、あのというのもあなたのせいで、はいはい、本来は XL で終わりなんですよ。はいはい、だけど XXL じゃないと。まあそれはそうですよ。うん、スピード車みたいになっちゃうよ。8メートルあるじゃんこれ。ニューテンポハンター T シャツですね。はいはいはい、こちら一色のみです。あ、そうなんだ。はい、こちらはで山本家をイメージしました。山本家、はい、なんですか。なんとなく緑、色的にね。ああ、そういうことね。緑となんとなくベージュっぽい感じがうちっぽいなっていう前の、まあソファーの色とか。はいはいはい、昔のね。3万3万、これ5万です。たっけたっけ。そして、はい、トートバッグ1個作らせてもらいました。ありがとうございます。トートバッグの黒、まあミドルサイズ一番いいサイズ。おお、はい、これロゴいいね。ロゴです。はい、ロゴだ。はい、これ可愛いでしょ。これはいいね。めっちゃ使い勝手がいい。はい、確かに。はい、しかもこれ何がいいってさ、うん、こう一回こうひっくり返すと、うん、まあ、リバーシブル仕様ではないとしても、ないとしても繰り返すことも、まあ、できるっちゃできますね。そうそうそう、はい、で、こういう風に、うん、ひっくり返すと、うん、俺らのグッズだってバレないんですよ。意味がないじゃん。なんでバレたくないのよ。恥ずかしくないんですよ。恥ずかしくないよ、別に表だって。こっち表にしとくと、うん、あいつタイムマシーン3号好きなんだっていう風に。いや、いや、あのね、今回ね、意識しました、うん、何を。なるべくタイムマシーン3号っていう文字は消しました。あの、それはね、俺も一緒。裏返しにするのはさすがにちょっと自分の中では悔しすぎるから。俺は無地で言ってたんだけどな。無地のトート。タイムマシーン3号ってバレると、タイムマシーン3号だ、石投げろってなるでしょ。そうそうそう。DM3 でちょっと細かく。なるほどね。この辺、賢い。この辺、俺、やっぱ商売上手だから。さすがだね、うんうんうん。商売人の息子だね。何のやつって思われてもいいぐらいに、はい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 、しかもこの YouTube のやつを、借りる。YouTube はいいのか。何ですか ?YouTube。かこれ YouTube じゃない。 YouTube じゃないか、これ違いますよ。あ、違う、お弁当箱に三角おにぎり1個だ。確かにお弁当箱バッグか。そうですよ。そうだな、なんか勝手に YouTube みたいに言ってたけど、はい、そんなんないよね。 YouTube 関係ないですよこれ。今これ撮ってんのも違うよな。違うでしょ、これお弁当箱に三角おにぎりワンポイントなんで。そうだよな、あんま勘違いしないでくださいよ。勘違いほんとしないでください。あと騒ぎ立てないでください、あんまり。でもこれはケンタッキーフライドチキンですね、これね。これ亀井のフットボールくらい。なんなのそれ、ずっと言ってるけど。まあでもいいサイズ、いいサイズでしょ。1個入れとけや、はい、車に積んどこう。そして、はい、もうとにかく皆さんからの要望が一番でかかったです、はい、マジで俺は反対した、意味わかんない、はいはい、マジでやめてほしいと思ってるのがもう1個のバッグです。はい、マジで大丈夫、猫ドリルバッグです。これに関してはマジで皆さん、いや、これは俺もちょっとどうだと思うよ。やばいです、結構な数作っちゃいました、これも。いや、だからもう本当にね、コメント欄で一番多かったのは猫ドリル関連のグッズを作って、あのさ、そういう人に限って買わなかったですよ。買わないよ。それちょっと違うけど、なんか煽るだけ煽ってさ、逃げるっていう。どこで使うのみんな。マジで。マジで猫、もうドリルも入るぐらいの大きさよ、これ。猫とドリルがちょうど一個ずつ入る。あの、カルタの回で、うん、なんかオリジナルカルタを作ろうっていう回で、うん、次は適当に書いた猫ドリルのカルタのこのマークがすごくなんか好評で、猫ドリル通過中かな。
本当はね通過中って書いたらもう本当に意味わかんない。いや、それも自分で書いてくださいこれ、うん、そうそうそう白字なんでね。はい、でこれストマックさんの可愛らしいのも猫ドリル入ってんだよこの中に。キャットドリルってのも入ってんだけど、あくまでも、画伯ご自身の俺の絵なのか、まんま直筆ですこれ。なるほど。あ、でも太ってる人がそう腕通してもそう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 、あ、だから内側にすりゃそっか、これで隠れるのか。そうそう、これで基本隠れますから。はいはいはい、これで隠していただいて、隠して、あ、いいね、はい、隠して、うん、向こうから似てるの来た時に、うん、こう見せてあなたもですか、明石博士師匠じゃないんだからさジャケットこうやって見てますね。ツッコミは客の代名詞じゃないんだよ。ネコドリル明石博士師匠いたけど、こうやって、はい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 、拍手よとかってやってる。あ、でもいいじゃないですか。そう、あと、まあ地味にこう一個内ポケット、そうなのよ、すごい、そう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 、はい、でもリアルだな。はい、まあ、これはどっちも1万1万ですね。はい、1万1万これ1万1万これでも今12万ですね。すんごい取り方。はい、そして僕結構お気に入りです。はい、まあちょっと小物なんですけども、キーホルダーというか、あ、はい、革のロゴの、そう、はいはいはい、まあ、レザーフェイク、フェイクレザーか、うん、なんですけれども、これロゴの、なんちょっとエンジ色というか赤茶色、はいはいはい、これね、いい使い方ができて、うん、はい、こうつけていただけると、あ、トートバッグに、そう、うん、なんかね、タイムマシーン3号っていうね、これロゴがないんで、このバッグにはこれをつけていただくと、なんか可愛らしい、ほら、こういう、あ、まあまあ確かにね、これが一番いいな目立たなくてこれ、うん、そうそうそう、恥ずかしくなくてこれ可愛いでしょ。うん、なんか鍵にもつけれるし、はいはい、反抗すときに下の台とかにも全然使いやすいですし、あー、それいいね、めっちゃいいでしょ、これ結婚するとき下に引いておくんだよ。そうはい、これ値段まだ決めてないんですよ。1万です。1万もうお釣りめんどくさいんでこれ1万円です1万、1万、これも1万円です。はい、取るね。そして、うん、最後の最後、まだありますか、問題作、はい、もうお遊びでというかステッカーですね。なんか最近、うん、なんかいろんな人に、うん、写メ撮ってくださいとか、なんか一緒に写真撮ってくださいとか、うん、言われることが多くて、パシャって撮ると大概ここみんなスマホの後ろが透明なケースで、ここになんか推しのステッカーとかを入れてんのよ。めっちゃ多いね。もうなんかスマホケースでデコる時代は終わって、中に入れるんだよみんなね。うん、はいはいはい。それで我々もその手出させていただきまして、5枚5枚の2セット、はいはいはい、山本バージョン、関バージョンっていうのを今回ご用意させていただきまして、はい、はい、まず関バージョンこちらですね。お願いします。はい、まあこれストマックさんのロゴがちゃんとこう、そうそうそう、あの T シャツにも入ってたようなロゴですね。はい、まず関さんが、お子さん抱いてる、そうですね、まあ、可愛らしい、これ、はい、これ本人、これお気に入りだよね。これは珍しくうちの奥さんも欲しいと。ああ、可愛い全部欲しがれよ。他は何も知らない何一ついらない、何一ついらないけどこれだけ欲しいっていう。可愛いですよね。うん、そうですね。うん、まあちょっとこれ、はい、下にインカーって書いてもらえれば、車に貼れば、ああ、なるほど、はい、ベビーインカーね。そうですね、うん、シグナルになります、うん、基本何か自分で書かなきゃいけないのね。あ、でもカーもありますね。あ、そうそうそう、いいじゃん、はい、これだから関の車だから。そうですね、関が運転してる車。ベビー、あとインっていうステッカーをみんなで買ってもらえれば。なるほどなるほど、これがもう子供乗ってますっていう。ベビーインカー、うん、あ、でもステッカー可愛いわ。関バージョン、あ、で、ストマックさんバージョンの、猫ドリル、キャットドリル、そう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 、はい、そして、あ、これいいね、うん、あの、ロゴ、ロゴ、これ、あ、そうそう、これね、めっちゃいいんですよ。これが一番、はい、恥ずかしくないです。はい、ちなみに私も、はい、自分の自前携帯ですけども、これロゴ入れております。あ、本当だ、はい、入ってますね。俺これ最近しばらくサンプルでもらってから、はいはいはい、はい、買ってから自分でちゃんとちゃんとやってます。これ俺買うんだね。もちろん、もらったの。いやいや、俺も買いました。なんで下がるの、ここで。ヨシキさんと同じように。いやいや、今もらったっけ。X のグッズも全部ヨシキさん買ってましたから。いや、絶対買わないって。しばらで、あと着てんの見たことないよ、俺。ヨシキさんが X グッズ、これマジで俺自分でこれやってますから。はいはいはい、はい、そして一番の問題作です、ね、問題作なんですよ、はい、これね、これが怖いよね。やばい、むき出しの席っていうなん、ノー加工、一番やばい。これがセットなんですよね。はい、だからいいなと思っても絶対これは一枚ついてきます。はい、ついてきます。はい、これが関バージョン。関バージョン。で、山本バージョンがこちら。はい、まああるようにクッキングですね。先ほど出ました。はい、で、スターバックスのコーヒーのやつですね。いやいや、ムーンフロントのコーヒーですね。バックスってバックスなの？そうですよ。星の後ろですけど、こっちの月の前なんで。あ、そうなのね。はい、で、ケンタッキーフライドチキンですね。違います。亀戸フットボールクラブのステッカーですね。まあ、いや、本当といえばこれですね。あ、すごい、アリス美容室ステッカーですね。どこにあるんだよ、これ。これは本当にうちのアリス美容室が多分何十年か前にデザインをお願いして、本当の実際の、あのうちのホームページから無許可で持ってまいりました。なるほど、はい、一言言えって母ちゃんに。アリス、これ母ちゃんの送れば問題ないから。母ちゃんだけ歌ってきたりしないから。はい、そして、まあ、山本のセットが ありますね。まあ、こちら、はい、お揃いで貼っていただけると。そうですね、これいくらにしましょう。
これはもう分かりやすく1枚1000円の、5000円5000円です。だっけ。で2つフルセットで1枚。そんなすんの。だからすごく分かりやすいです、我々のグッズは。そんなすんの。はい。たっけー、ステッカー1万、うん、トートバッグ1万1万、うん、で、こちらのキーホルダーが1万で、この変な色の T シャツが5万、変な色って言った、9万、10万10万これ全部集めると、で、これが3万3万の2個セット買うと5万で、15万やっべぇ15万円です。いや、ちゃんと言った。これ、せっかくだから着てみようか、大体のサイズ感とか、はいはい、俺がどんなもんで席がどんなもんだかあんまり参考にならないだろうけど、まあね、俺は割と中肉中背だから、うんうん、あ、まあね、L 行ってみるわ。じゃあ L 着て。はい、実際今私、はい、L サイズ着てみました。はいはいはい、はい、こちらです。こういう感じです。あ、L、いいね。俺割と普段こんな感じだから、まあ、もうちょっと大きめ着るんだけど普段は。はい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 。でも L でもめっちゃ良くない？全然いい。あれ後ろ可愛いでしょ。でこうインすると、えらいもんで、うん、インするとちゃんとほら田山地さんも隠せますから。ほんとだめっちゃいい。こういう全然もうちょっと入れて、もうちょっと、もうちょっと上げて、はいはいはい、あーいい、はいはいはい、あ、これ恥ずかしくないね。これ恥ずかしいでしょ。ちょっと俺も着ましょうかね。あ、お願いします、お願いします。 XXL、 これは XL。 あ、もう一個大きいのもあるよ。いや、俺 XL だよ普段。 XL でいいの？うん、そうだ。XXL 作ったよお前のために。だっていや、大きすぎるよ。なんでだよ。そんな太ってねえよ。ちょっと待ってって、ちょっと待ってって、いらねえって。お前が、ちょっと待って聞いて。何？誰が着るのよ。じゃあ売れるわけないじゃん XXL なんて。だ、なんで作ったのかな。いや、お前がさ、普段俺 XL だとさ。いやいや、俺はもうだって普段から XL でもちょっと大きいぐらい。そんなわけねえだろ。いや、マジちょっと見てみちゃう一回。マジで。うん、ほら、あ、どう裸じゃねえかもう。裸ゆったり着れてる。お前やんだよそんな笑い俺なあ。ほら背中の王がもう笑ってるよ。いや、なん着ました？ T シャツ着ますよ。裸にこんなタトゥー彫ってんの？いや違いますよ。あれ色失敗したかな。なんですか？ほぼ裸に見えるな。裸に緑タトゥーだと思います。おー、でもやっぱちょっとこういう風にゆったり見てきてもらう。どこがだよ。ね、よかった XXL 作っといて。夏もね、マジでよかった。ついに完成いたしまして、はい、こんな感じで、はいはい、皆さん街でたくさん来ていただいて、ね、はい、ばったりあんのかな。いや、もしかしてあるんじゃない。大体どんなもんなんかな。まあ俺 XL、 まあ分かるか、 L が着てみれば、うん、あ、 XL ちょっとゆったりめに。そうね、今日はより着てないから重ね着してもらうと、ちょっと太いパンツで、白の上にこれ同じコーデしてもらうと、あの倍売れるんで助かります。やったよ。意味ないじゃんこれ下の白それだと。でも重ね着した方が倍売れるから儲かる儲かる。あ、風が吹くと桶屋が、はい、なんだっけ、風が吹くと桶屋が儲かる、儲かるみたいな仕組みで、みんなが買うと俺らが儲かる。そうです、もうすぐです。短すぎね。はい、風が吹くとはもういろいろ目に入るとかね、そういうのがありますけど、違います。みんなが買うと俺らが儲かる。すぐです。早っ。はい、はい、皆さんこんな感じで、グッズついにできましたんで、はい、ベースショップというところに来ていただいて、はい、はい、タイムマシンさんがオフィシャル YouTube チャンネルグッズ、そうなんですよ、タイムショップという店ができましたので、タイムショップ、タイムショップです。これはもう本当にリアルなこと言うと、うんうん、まず今借金から始まってますからね。そう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 、我々はそうなのよ。本当にもう事務所お金出してないから。そうですよ、俺らが全部原価のこの在庫代のお金出してるから、場所もすごい取られてる。場所もね、知り合いのところのスペースお借りしてるんですけども、なんかあの、うん、山さん、 うちに段ボールが74箱届いたんですけど。そうですね、ここまでちょっといろいろといい加減なことを言ったりしましたけど、うんうん、ここからは本音ね。本音でします、うん、助けてください。お願いします。マジで結構なお金を投資しましてですね、調子に乗ってしまいました。マジでね、送料とかも多分一括で買った方がお安いんで、はい、はい、たくさんのものを買っていって、いえ、もう余計なこと言わせて、皆さん助けてください。わかりました。どこかの部屋に段ボールが今74箱、はい、マジでやばいから。だからやばい、ニコルに来てもらったりとかさ、うん、なんかインフルエンサーにさ、これ来てもらって宣伝してもらおうよ。藤田ニコルが終わるよ。ビビのモデル、ここまで積み上げたものが。そっか、まあね、ぜひ皆さん、はい、興味があれば発売しましたので、お手に取ってみてください。ベースショップ概要欄に貼っておきますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。お願いします。お願いします。ありがとうございました。トングはデブのシルバーアクセですね。サラダは、うん、サラダは箸置き。運動は、はい、医者の嘘。俺がいれば、うん、
加湿器はいらない。うわすごい。ありがとうございます。トンネル入ります。マジで